はい、はい、どうも、こんにちは。今回ね、また新しくじゃないわ。今回またデトロイト、ビカマイヒューマン続きからいこうかなと思います。前回は、まあ、とりあえず褐色男性のカールおじいさんとのエピソードをちょっと進めて、でまたコナー編が来たわけよ。で、コナー編のちょっとまた新しい事件のね、捜査を今してるところでね。まあ、捜査終わってるわけじゃないから、ちょっと続きからやっていこうかなと思います。やっていこうか。調べる。なんで書いてんの？I am alive. 私は生きている。サイバーサンズってフォントか。あれか。だから、アンドロイドが、だから、それこそ、だから、アンドロイドが人間に近づいたってことだよな。ある種。そういうことだよね。ね。俺たちは生きてるんだっていう。人間に近づいた瞬間じゃん。この事件が。そうか。うん。じゃ、聞いてやるよ。言わせていただこう。始まりは、キッチンです。キッチンです。そういうパターンもあるの？ごめん、覚えてはいけないな、ちゃんと。揉み合った形跡もあるしな。問題はだ。なんすか？何があったかってことだ。任せてくださいよ、警部補。被害者がアンドロイドを襲った。被害者がアンドロイドはバットですね。バットで。おい。それなら証拠と一致するな。そうなんです、警部補。失礼します。続きって言ってもよろしいでしょうか、警部補。言わせていただきます。アンドロイドが被害者を刺した。被害者がアンドロイドを刺した。アンドロイドが被害者を刺しました。そしてアンドロイドは被害者を刺した。はい。とって。アンドロイドは自分の身を守ったってこと。そういうことなんです、警部補。その後何があった？被害者は逃げたんです。そうなんです。やばいと思ってね。リビングに。リビング。やべえやべえよーっつって、うわめっちゃ切られてんじゃん。逃げたけど逃げきれないんだよね。とどめ刺されちゃって。アンドロイドから逃げようとしたのか。そう思われます。私には筋は通ってるな。ありがとうございます。アンドロイドは被害者をナイフで殺した。28カ所ね。なるほど。はい。お前の推理もあながちふざけじゃないな。当たり前じゃないですか。アンドロイドはどこに行ったんだ。見てますよ僕。バットで殴られ損傷し、シリウムを流したはず。なんだって？シリウムです。いわゆるブルーブラッドですよ。ああ、そういうことか。エネルギーを供給する液体です。数時間で蒸発するので、裸眼では見えなくなるんですよ。でもお前の目には見えるってことか。ああ、そういうことか。すごいなぁ。いや、これ信頼だでしょ。ハンク兄さんの信頼だでしょ、これ。いやぁ、俺も右腕として頑張ります。警部。ブルーブラッドの痕跡をたどる。やっぱこの窓だよね。窓から出たっぽかったもんね、さっき。これは？あ、これか。ここか。オッケーオッケー。そうそう、こっからこっから。窓からじゃなかったな。がっつり扉が出たな。分析しようじゃあ。あ、ついてますよ、足に。靴の跡。でこれ、人間の血でもさ、結構、雨降ってたらまずいよな。コリンズ巡査の28センチの靴だけです。数週間も経っちゃ、足跡だって消える。そうだよな。この種類の土ならば、おお、すげえな、お前。しばらくここには誰も来ていない。まさか来ないわな。アンドロイドすげえなーと思ってんのかな。コナの場合あんまり愛嬌はないけどね。ブルーブラッドの本好き。あ、ここじゃないんだから。あ、これもこれ本だな多分。これ照準はあれかな？表から出ればいいのかな？ついてるじゃん。もうついてんじゃん、こっちに。もう。何かある。電気使わなくていいの、お前。すごい。はしごを使った。見るあるね。あ、なんか天井ついてる。屋根裏に続く痕跡？どういうことだってばよ。
開けるだよね。なんか増えた今。登るための道具を見つける。いや、はしごじゃねえの。いや、はしごじゃねえの。でもここ繋がってんだよな。違う、ほら繋がってんだよね。いや、はしごでしょ。まあ、じゃあ一回開けてみようか。じゃあ開けてみよう。怖っ。何？あ、扉じゃないんだ普通に。登るための、いや、はしご使おうぜ。はしご使わないの？登るための道具。あ、なるほど、屋根裏に逃げてるってこと？現在進行形で。ちょっとごめんね、理科遅くて。あ、椅子あんじゃん、椅子。さて、登らせていただこうかな。お前その椅子どうすんだ？調べたいところが。あ、逃げられないんじゃないですか、もう。お疲れ様でした。調べたいところで。あ、屋根裏、あ、そういう感じになってんだ、屋根裏って。現在進行形で逃げてんの、お前。それだったらすごいな。遠くに逃げるという発想はないんだな。あ、影あるよ。かっこいい。屋根裏を捜索する。失礼しちゃおうかな。じゃあ犯人さんよ、そこにいるのは分かってるんだよ。いわ、怖っ。痺れるな、このゆっくり進む感じ。やばいやばいやばい。気になるね。いや、でもこれ人形だな、これは。普通に怖い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 。でも血はこっちに繋がってるね。怖いよ。そこら辺のホラーゲームより怖いかもしれないこれ。行くね。あー、怖い。動いたね今。何かが動いたね今。変異体を見つけるって書いてんだよな、スキャンないように。いや、俺もアンドロイドだから、まあ、人間来るよりはまだマシでしょ。怖い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 って。あ、行き止まりじゃない、行き止まりじゃない。ああ、変異体を発見。僕は身を守っただけだ。わかるよ、それは分かってる。殺されそうだったんだよ。見た、俺は見た、それを。お願いだ、黙っててくれ。黙るのはできないな。黙るのはできねえよお前。警部補、見つけました。言ったな。クリス、ベン、今すぐにこっちに来い。自己防衛とは言えねえ。殺してるからな。こういう時難しいよね。黙っててくれってのも難しいけどな、正直。変異体を見つけないストーリーあんの？え？変異体を見つけない終わり方あんの？逆に。は？あ、あれかな？警部補に全く言えなかったら終わんのかな？そこで。お前は使えないなって言われるのかな？アンドロイドなのに使えないなって。言われたりすんのかな？これはあれか、カーラか。このカーラ編ちょっと一通りやったら時間ちょうどいいかな？わかんないわ。アリスちゃんね。オッケーオッケー。秘密の国のアリスちゃんね。夜になっちゃったか。3時ぐらいやったのにな。2時3時ぐらいやったのに。お夕食です。そうか、今行く。なんかあれだな。壁紙変えたいな。ちょっと。壁紙変えたいっすよ。アイスホッケー長っ。え？4、5時間やってんじゃん。そんな長いの？おい、食うぞ。スパゲッティ。スパゲッティ食うぞ、スパゲッティよ。あり合わせのものですけど、これしかなくて。スパゲッティ食うぞ、みんな。あ、アンドロイドは食わないのかな、もしかしてこれ。そういうことか。食わないんだ。暗、あそこ電気代払えてないからか。
いや、これつけるのか。いや、電気代払えてないんじゃないの。あー、払えてるんだ。アリストップにコップの水を注ぐ。失礼します。じゃあ失礼します。妙な人生だ。先にね、やっぱ先に取っとからね。俺はアンドロイドのせいで職を失った。あー、お前も取られたんだ。だがどうだ、自分家の家事を誰がやってくれてる。アンドロイドや。どちらさんだ。憎ったらしいアンドロイド様さ。怖いな。笑えるぜ。そっか、複雑だな。ことなんか気にも止めちゃいねえ。機械の方が便利だからな、アンドロイドね。あ、こうなるのかな。たくなんでこんなおかしなことになっちまったんだい。チュイーン。おい、何見てんだ。見てもいいだろう。何だってんだよクソガキ。見てもいいだろうお前、別に。こんな暮らしうんざりだってのか。うんざりだろう、こんなもん。俺だって苦労してんだよ。まあそれは一理あるわ。どうせお前はこんなボロ屋に住んでるの全部俺のせいで、母親がいなくなったのも俺のせいだと思ってんだろう。まあそれは思っちゃうって。実際薬はやめて、トット。怖がらせるのはやめて、トットだと。あの女何も言わずに消えやがった。俺のこと娘と一緒に逃げればよかったのに。お前のせいだ。やめてパパ。全部お前のせいだ。いや、アリスのせいではねえだろう。おい、どこ行く。おい、どこに行く。今すぐここに戻ってこい。おい、アリス。そこにいろ。一歩でも動いたらぶっ壊してやるからな。俺がお前ぶっ壊してやるじゃ。俺がお前ぶっ壊してやろうか。消えやがった。え、動くなってどうすればいい。動いた方がいいこれ。え、どうしよう。どうしよう。でもこれこいつのことで働きたくない。どうしよう。動こうかな。どうしよう。これ難しい。この判断難しい。やば。動かない、動かないよ。動いちゃった。もうダメ、もうダメ、もうダメ、動く動く。いやでも俺はアリスを救いたい。俺はアリスを救いたいんだ。アリスと一緒、アリスを救いたい。俺はトットは救いたくない。アリスを救いたい。俺は自我を持つんだ。これは分岐ですよ。アリスを守る。当たり前だろ。トットを説得する。それだけじゃ足りねえ。うわー、今すぐに行動を起こせ。トットを説得する。アリスを守る。うわー、これトットを説得するとアリスを守るが並ぶことある。トットを説得することがアリスを守ることに繋がらないってことだよね、要するに。いや、だったら俺はアリスを守る。うるさい、急ぐぞアリス。俺はアリスを守る。こっちじゃねえ、こっち違う、こっちじゃない、こっちじゃない。ちょっと こっちの部屋も見たい。じゃあこっちの部屋も見たい。ごめん、じゃあこっちの部屋も見たい。ごめんごめんって。こっちの部屋も見たい。じゃあいないってこと。なんかでもなんかあるよ、なんかある。なんか見よう。なにこれ、開ける。なるほど。それはまずい。銃右手に持つな。おい、おい、やめなさい。もうやめて。おい、てめえ何してんだ。やめろよ。殺されてんのかお前。おい、これは命令だ。いいえ、その子に。わ、かっけえ。命令に背いてる。手を出すなだと。どうするってんだ。俺を撃つつもりか。人間を撃つってのか。お前
故障したんだろう。なら俺が直してやるよ。待て、危ない危ない、ま、集中しろ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 、行くぞアリス、危ない、俺が集中しろ集中しろ、危ない、怖い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 、集中しろ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 、何ボタンくれ何ボタン、バツボタン、俺バツボタン、三角四角来そうだな、そろ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 三角と四角が来そう、いけ 100% 頑張れ 100% 丸丸、はい、うわおい、連打連打連打、急ぎ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 、ま、丸丸、怖い怖い怖い、丸丸丸丸、あやばい、お願い待つ、丸、うん、丸と待つだけでいい、おい、ほっといてってば、まず来る、待つ、よし、丸、集中しろ集中しろ、手汗がやばい手汗がやばい、集中しろ集中しろ、あいや、どうした、撃った撃った、ナイフか、ナイフ、あー撃ってる、あー血がついちゃった、アリスごめん、あアリスやっぱ行こうぜ、急ごう、何これ何で逃げろ、血ついてんのまずいな、でもこれ血取れるのかな、これでもこれ説得したらどうなったんだ、どうなったんだろうね、説得することでですね、アリスを守ることに繋がるのかなって思うんだけど、なんでアリスを守るだけになったんだろう、いけ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 、走れ走れ走れ、すいません乗らせてください、すいません、これペンキついただけなんです、これペンキついただけ、これペンキだからごめんね、あでもこれアンドロイド殺人事件だもんな、これもこれで、アリスお前は俺を守ってくれるのか、アリス、え、トットを、せってもなんかさ、そのコナーがさ選択ミスって死んだじゃん、だからさこれ慎重になっちゃうって、トットと絡むことがやっぱさ自分の死に繋がっちゃうのかなとか思っちゃうからさ、トットを説得する選べないよ、トットを説得することってどうなってたんだろうな、カーラがトットを殺す、殺すって書いちゃってるよ、アリスを守る、こっちがあれか、セット、わあ、これすごい分岐だなこれ、ほら、え、これはカーラがトットを殺す、これあれかな、アイコンとか失敗したらこっちに行くのかな、服従ルート、トットを説得する、どうなんだろうな、ここも分岐するんだよな、でもこれ2階に、ああれか、だからアリスを守るか守らないのとこか、あでもこれなんかあるよ、新たな我が家で銃を見つけた、うーん、でこれ動かない、動かないとこか、カーラが変異する、これが動かない、いやでもプログラム守破るってあるな、え、ここからでも2階に行かないということ、2階に行かないという選択肢から派生すんの、え、どういうことなんだろう、これこれやりがあるぞ、ここのシーンはやりがあるかもしんないな、うわ誰誰、ああ、間違いなくここ25年で一番退屈なパーティーだったな、あパーティー行ったんだ、出席するたびなぜ来てしまったのかと、うん、疑問に思わずにいられん、カクテルパーティーは苦手だ、俺も苦手だわ、それだけの奴らで溢れてる、あなんかあれなんだ、生きてんだ誰もアートなど気にもかけておらん、そうそう有名な人と関わりたいだけよ、いくら稼げるかしか興味ないんだよ、そうなんだよな、現実有名な人と関わりたいだけなんだよ、あの騒ぎで喉が渇い、行こうかじゃあ、鳥の電源つけなくていい大丈夫、行こうつ、なんか平穏だな、あんなに荒れてから平穏だな、スコッチを注ぐ、ここでいいの、うん、医者などクソくらいだ、うん、自分の面倒くらい自分で見られる、いやそりゃよくないよ、医者大事だよ、医者ってどっちなんだろう、アンドロイドなのかな、よく言われてんじゃん、機械の方が正確って今も今の時代ですら言われてんじゃん、
どうなんだろう。怖い。怖い。確かに消しました。怖いぞ。警察を呼びなさい。電話しましょう。デトロイト死刑です。どうされましたか。ラファイエット通り8941カールマンフレッドのアンドロイドです。帰宅したところ明かりがついていて、強盗かもしれません。パトカーを行かせます。見に行ってみよう。声出さなくてもよくね。ね、声出さなくてもよくない？別に声出す必要ある？スコッチを注ぐ終わってないよ俺ちょっと。いやー俺カール待ってていいって、俺が見に行くから。カールいいって、もうつかめって言われてるもんだって。俺だってカール連れて行きたくないわ。おい、あ、いるね。レオ、何をしている？金くれないから取りに来たんだよ。こいつ一枚で大金になるんだ。あ、絵を売りに来たんだ。それに触るな。なあ、どうせそのうち俺のもんになるんだ。遺産の前払いってやつだよ。マーカス、今すぐ息子をここから追い出してくれ。どうやって追い出すの？いや、追い出してくれって言われても、追い出しか追いしが。これは警告しよう。警察を呼びました。今すぐ出て行かないと面倒なことになりますよ。当たり前だろ。いつも俺を拒む。なあ親父、俺じゃ不満か。俺はカールの味方なんだ。お前の味方じゃない。ダメなのか。いい加減にするんだ。今すぐここから出て行け。どこが俺よりいいってんだ。もう関わるな。おい、やめろって。おい、俺にはいいけどカールにはやんな。やり返してマーカスか。そう、マーカスだ。いいな、抵抗しない。あ、これでまたあれじゃない、変異体なんじゃないの。やってみろよ。ほら、どうして抵抗しない。それで人間のつもりか。不公平だ。あ、やばい、変わってるぞ。マーカスも、マーカスも、殴る度胸もないってのかよ。おい、人間に従う必要なんてない。自分で決めなければならない。おい、抵抗してやるよ。おいおい、このクソガキがよ。おいクソ、おい、殴るのは良くないと思うけどな。でも殴るのは良くないと思う。お前は人間じゃないんだよな。ただのプラスチックの塊だろ。殴るのは良くないと思うけどね。でも親父と俺だけになる。おい、そんなに？ごめんごめんごめん、そこまで行くとは知らなかったわ。ごめんってカール、そこまで行くとは思わんかったって。違う違う違う、頭打つのは余計予測できんかったわ。息子だったカール、僕はごめんって。ここにいればお前は廃棄されてしまう。さあマーカス、逃げるんだ。一回目させ。カール、そんなつもりじゃ。やばい、逃げ。早く行け。さあ行くんだ。マーカス、そこを動くな。ちょっと待って、ごめん、ちょっと待って。いやだって、ちょっと待って。警官がマーカスの犯行だと勘違いした。でもこれ死んでないぞ。死んではないぞ。死んではないな。いや、だって何も言わないってさ、結局逃げるじゃないじゃん。え、何も言わなかったら逃げてたのかな。これだってさ、レオを押し倒さなかったら分岐すんだ。これでもどうすればよかったんだろう。いや、俺は反抗するつもりで押したの。そしたら、レオの打ち所が悪すぎた。レオの打ち所が悪すぎるのが問題だって。俺悪くねえもん。レオの打ち所が悪すぎたもん。会社と何があったんだ？よりによってそこにぶつかると思わなかったわ。押し倒すつもりはあったけどさ。ただまあ、マーカス戦終わってないな。死亡マークはついてなかったから。なぜ逃げなかったんだ。てか一回切ろうかな。
次のセーブポイント行くかな。何か言ったらどうなんだ。アンドロイドとアンドロイドがやった方がいいって。人間はだってで恐怖みたいなの覚えてんだから。この子は特にトラウマ的な意味でさ。アンドロイドを尋問するなんてどう考えても時間の無駄だ。痛みつけてみればいいだろう。おい、どうせよくないぞ。それはアンドロイドは痛みを感じない。ダメージは受けますが口を割りはしないでしょう。それもすごいマジレスしたなお前。ストレスの多い状況で自己破壊する傾向がある。ああそうですか。じゃあどうしろってんだ。私が尋問してみます。どうにでもなれだ。ほらお前の好きにしろ。ああ昔はだからこいつがあれだったのかな、相棒だったのかな、警部補のこのおっさん、お兄さん、おっさんお兄さん。おい、あ、セーブしてる。どうしようかな、じゃあ一旦ここで切ろうかな。じゃあごめん、セーブしたからここで一旦切るわ。次回尋問からやっていこうかなと思います。じゃあ、あたしだ。